オメガの C マスター、これがフォースモデルになりますね。このオメガのカタログでは、ちょっと軍用のサブマリーナが出てますけれども、これはイギリス軍の特注モデルの方ですね。私が持ってるのは、日付なしと、この日付付きのモデルですね。ちょっと3時の位置に針が行っちゃってますんですけど、ちょっと見えないですけど、これ日付付きのモデルですね。この日付付きのモデルは、キャリバーが565で、スクリューのロックになってます、リューズが。でもスクリューのなしのもあると思うんですけど、スクリューがあった方が、まあ、このモデルは特に偽物が多いんで、偽物っていうかフェイクが多いんで、気をつけた方がいいね、スクリューでないやつは。で、こちらの方が日付なしのモデルですね。で、これはオメガの C マスターとスピードマスターっていうのは、コンビで作られてるっていうのかな。デザインが、同じデザインになりますね。だから、リューズガードの非対称のモデルですね。これちょっと、これ非対称モデルなんですけれども、リューズガードがないモデルっつうのかな。なんつ、リューズガードがこれちょっとついてるんですけれども、このリューズガードがついてるモデルは、スピードマスターのフォースにピタリデザインが合いますね。サードはやっぱりサードに合うようになってますね。ですからこれがスピードマスターのフォースモデルの、対になる C マスターになるわけですね。で、今スピードマスターもすごい高騰してますし、もちろんこの C マスターも高騰してるんですけれども、まあどちらも32、キャリバー321の入ったスピードマスターだと結構高いですし、861でも初期のこのキャタピラブレスとかついてる89年ぐらいまでのモデルだと結構高いですよね。で、まあこの辺は昔から非常にこう、レプリカが多いんで注意しなきゃならないんですけれども、この裏蓋の形状ですよね。あと C ホースのデザインもやっぱり本物はやっぱしっかりしてるっていうか、ちょっと特徴がいくつかあるんですけど、見分け方のよく見てください。 C ホースのマークがちょっと違います、偽物は。その辺がまあ、見分け方になりますね。で、キャリバーがこっちが565で、こっちが、552になります、オリジナルは。ちょっとキャリバー違ってると、まあ、注意が必要ですよね。はい、こういう感じです。オメガの C マスター300。でも、オメガの公式見解だと、これオメガの C マスター300とは書いてあるけれども、200メートル防水ということになってますね。ちょっとよくわかんないですね、オメガもね。300なのに200メーター防水。日付がこれ白地ですけど、黒地のものあります。白地と黒地、確か両方あったと思う。黒地も持ってました。昔は好きで結構いっぱい持ってましたね、この辺は。はい、そういうことです。なかなか復刻版も出てて人気のあるモデルですね、今。